皆さんこんにちは。先にちょっと謝っておきます。マリナーズファンの皆様申し訳ないということで、今日もですねろくな試合じゃなかったということでやっていきましょう。本日の勝平、1-0、4四球ということでね、3ゲームで11四球ということで、ふざけてんのかというとこですけどもね。はい、そしてエンゼルス、5対6で、シアトルチキンズに負けたと、シーチキンズですね。シアトルチキンズじゃなかった、シーチキンズに負けたというところでね、申し訳ない、こんなこと言ってね。ただ思いついちゃったもんでね、ちょっと言っちゃったんですけど、決してシアトルが嫌いなわけじゃなくてね、シアトルに試合見に行ってますし、まあどこが好きですかって言ったらヤンキース、シアトル、エンゼルスと、まあこういう感じに答えるぐらいのレベルであるんですけど、ちょっと思いついちゃったんで言っちゃったというところですし、まあこのところのフラストレーションがたまりすぎてね、まあこんな感じですよ。で、3ゲームで11四球っていうのはアメリカンリーグ新記録で MLB タイ記録ということで、ハーパーが持ってる記録らしくて並んだということですね。メジャーリーグ記録のタイとアメリカンリーグ新記録と、まあそれだけ恐れられてるという、まあなんだろう、名誉な記録ではないのかよくわかんないんですけど、まあ悪い記録ではないと思うんですよね。それだけ出塁はしてるしね。ただホームラン王争いをしている中での11打席を捨てられちゃってるっていうのは非常に厳しいですよね。そして、汚い字で申し訳ない、私たちは4時間の間何を見せられているのかっていうことでね、もう今日はこの2行に尽きるかなというところです。はい、本当にね、結局まあいいや、先にねヤンキース行きましょう。8対3で勝ちましたボストンですよ。でコール、6イニング、3失点はしましたけども、まあ3失点でね、チーム的にはそれで抑えたと。でジャッジが先制して、先制タイムリーね。でそっからなんか火がついて、まあ序盤に点をね取れて、まあ一時7対0っていうところでね、まあスタントンがホームラン打ったり、トーレスも最後打ったりホームランね。でその前にヒットも打ってるし、だスタントン4打点、トーレスが2打点っていうことで、いやー今日はね予想していた展開ではありませんでした。こんな簡単にというか、まあ簡単じゃないですけど、こんなに点をねバカバカ取って勝てると思ってなかったんで、とりあえず3連戦の初戦をこう取れたっていうのは非常にでかいっていうところですよね。3連敗がなくなったわけですから、まああと2試合中1回勝てれば、まあ差が縮まったということになるので、だからその初戦取れるっていうのは非常に大きいんですよね。で今日このようなね、まあコールだったしね、勝たなきゃダメっていうのあるし、まあねデバースにまた打たれちゃったんだけど、まあ3点で済んだし、まあ余裕を持ってね試合を終えられたのかなというところで、まあ今日は非常に良かったなというところですね。そんでブルージェイ負けてるんで、2ゲーム差になったのかな。でここにシアトルもいるって感じですね、確か2ゲーム差でね。ということで、まあヤンキースはね素晴らしい感じだったんですけども、まあエンゼルスもね、そのなんだろう、最後ね惜しいとこまでは行ったんですけどもね、試合としてはまあいい試合だったと思うんですけども、結局まあねこう試合を見てるけども、もう今って結局大谷さんが打つかどうかみたいな話じゃないですか。でまあこう試合を見ながら見てて、で結局大谷さんが出てくるところでみんな集中して見るわけでしょ、おそらくね。でそれをこう楽しみにしてんだけど、毎回フォアボールなんだもんね。いやーちょっとね、何してくれてんのやって感じなんだけども、まあしょうがないのはわかるんですよ。シアトルなんかもう一回も負けられないようなレベルでね、の話なわけですよ。だヤンキースより負けられないレベルの話ですからね。だから相当まあ全部勝たなきゃっていう気持ちでやってるし、まあ選手たちもそういう気迫がね現れてるのはわかるんだけどもね、ただちょっとひどすぎるよね。まあアストロズのとこから含めてね、だからアストロズがやったんで、
まあみんなでやれば怖くない的なことでね、じゃあうちもやねやろうって感じっていうかね。でムカつくのがね、もう勝負する気ないのに2球投げるんじゃないですか。であれ全然ストライク取ろうともしてないよね、完全に外れて2球投げて、敬遠なんだよね、申告敬遠。じゃあ2球投げんなよって感じなんだけどね。なんかとりあえず投げましたよ的なねオーラ出したいんだろうけども、全然投げましたように含まれてないからね。あれ勝手に外にね2球放っといて、それでね、でも最初からやるならやれよって感じなんですけども、まあすごいね。でも11フォアボールってね、3試合で、だって考えてみてほしいんだけど、3試合でまあ1試合だいたい4打席回ってくるぐらいの計算じゃないですか。まあ5打席の時もあるけど、そしたら3試合12でしょ。そしたらもうほぼほぼフォアボールってことだもんね。だから5打席回ってきた時とかがあって、まあそういう感じになってるんだろうけど、いやーねえって感じですよね。でまあなんでこんなフォアボールになっちゃってるのかって言ったら、まあもちろんその申告敬遠も増えてるんだけど、攻め方はねほぼほぼ変わってない気がするんですよね。で、まあ、大谷さんの調子が悪い時はあそこでまあ追い込まれてすぐ三振してるんですけども、まあ、ボール球はあんま振らなくなったのと、あとカットとかね、まあ、カットっていうかバット当ててファールしたりとかしてるので、まあ、結局相手も投げる球がなくなっちゃって最終的にフォアボールっていうのが、で結局三振かフォアボールのどちらかっていう感じなんですよ。もう甘いとかほぼほぼ投げてこないんでね。だから三振しなくなったから逆にフォアボールになってるだけなんですよ。でこの前までは三振してたから、まあ三振が増えてたしっていうところで、まあ投げてるボールはね変わんない気がするんですよね。で結局まあフォアボールでいいやっていう感覚で投げつつ、まあ振ってくれたらラッキーだよねっていうところに投げて、振るか振らないかのどちらかで、まあ、振らないから今フォアボールになってるっていう感じですね。だからまあほぼほぼね、そんな感じなんですけども、まあ最後の打席なんかね、まあよっぽど甘いとこ投げない限りそんなホームラン打たれるとは思わないんだけど、でも歩かせるんだもんね。それで結局最終的にピンチになって、あそこで1点取られる可能性の方が高かった気がするんですけどね、フォアボールって言わない、ホームラン打たれるよりね。それがまあそういう選択をしちゃうっていうのはよっぽどまあね、しかもまあ1点差で出てくるピッチャーなわけだからね、もうちょっと自信持って勝負させてあげればいいんだけどなって思うんですけども、まあ監督がそういう選択をしてるわけなんでね、まあしょうがないんですけども、まあね、インコースからこう、まあ、低めより上に変化球とかが抜けちゃったら、まあ持ってかれるっていうのはあるんでしょうけどもね、確実にね。ただそこに投げなきゃまあいいと考えても、まあちょっとミスって全部がホームランになるわけじゃないからね、ヒットで済む場合もあるわけだし、なんかちょっとひどすぎるよねっていうところでね、本当試合動向というよりかはもう何をやらされてんだみたいなね、この4時間ぐらい見せられてんだよって本当さっきも言ったんですけどもね、まあそういう心境ですよね、この3日間ぐらいで。大谷翔平のフォアボールを減らそう選手権もね開催してますけども、なんかマジで本当適当にというかふざけた感じでねやったんですけど、意外とねコメントいっぱいいただいたりしてね、ありがたいんですけども、まあでも本当にねどうにかしないとこのままフォアボールばっかで終わっちゃうんじゃないかっていうねところで、何が一番いいかっていうところでね、まあ4つぐらい案をね書いてアンケートのところにも載せてるので、まああと見てない方は動画見てもらえればその意味がわかるかなというところでね、一度見てみてください。でまあ、あとホームランもね意外とこう抜かされてからね他の2人をもまあ打ってないんですよね。でもうちょっとこう打つのかなと思ってたんですけど、意外と次が出てないっていうことで、まあチャンスなんですけども、いかんせん打たしてもらえないんでね、こうなんだろう、打席要は4打席とも勝負してもらってやっと1本出るかどうか
で、まあ、その毎試合ホームラン打ってるわけじゃないんで、まあ、要は2試合に1本打つとしたら8打席ぐらい回ってきて、まあ、そのうち1回打てるかどうかっていう話なんですけどもね。で、その機会を奪われてるのでちょっときついよね。うん、まあね、今年はだからもうしょうがないのかな、その辺はね。後ろが人がいないっていうのがあるし、結局誰に変えても同じことになると思うんですよね。唯一はウォルシュぐらいなんだろうけども、まあそのなんかあの二人を並べることはなかなかしないしね。だからまあもうしょうがないと割り切ってですね、要はファーストストライクっていうかな、もうそこでどう仕留めるかみたいなとこしかないと思うんですよね。こうもうツーストライクでボール球が先行してたら絶対もう打てる球来ないんで、基本もう下か外か低めの、だからもうボールゾーンしか狙って投げてきてないんで、だからファーストストライクちゃんと、なんだろう、ストライクゾーン内に来たやつをまあどうにかして打つしかないのかなって感じですね。もうだから追い込まれるとこまでですね、ツーストライクのになるとこまででどうにか仕留めないと、ツーストライク後はもう下外下外でフォアボールになりそうだったら、まあ3-2になったらフォアボールでいいやって球を投げてくるからね。もうそれは振っても三振だし、だそれをしなくなったからフォアボールになってるんですけど、だからまあホームランを、ホームランとかいうかヒットでもいいんですけど、どうにかこう打つとしたら本当にファーストストライクかなっていう感じですね、もう今。じゃないともうフォアボールの嵐は止まらないかなというところになってきますね。まあちょっとね、こんだけあれだとホームラン王がきつくなってくるっていうかね、打つチャンスが、チャンスすら与えられてないっていう感じなんでね、困っちゃうんですけど、まあ頑張ってもらいたいっていうか、もう本人はどうしようもないんですけどもね、さすがにもうねえ、苦笑いもすごいしねえって感じですよね。もうなんか見ててね、なんだわって感じだもんね。せっかくこうね見てるんだけど、だから現地にこう球場で見てる方たち、ファンの人もね、本当に金払って何見せられてんだよって感じだと思うんですよね。いやー、ちょっと非常にね、この、まあ、ホームですからね、アストロズの時も。だからホームで試合やって、せっかくこうね、まあもうこれでホームが最後なんで、シアトルがね、確かシアトル戦で、だからそれでね、お客さんもこう見に来てるんだけど、まあなかなか打たせてもらえないからね、つまらんなって感じで見てるんだと思うしね。まあそのホームのとこでね、最後ホームでもう一本ですね、打ってほしいなというところだし、ホーム最終戦に投げるんでしたっけね。だから日本時間月曜日27日に登板予定ということなんで、それが、今年のホーム最終戦だったと思うので、まあ、そこで投げて10勝目と、ホームランをね、まあ、一発二発打ってくれたらいいかなというところで思ってね、おりますけどもね。まあとにかくなんとかこうどうにか打席を与えてほしいというかね、そういう思いだけですね。ということで、まあ本日はね、非常にふざけた内容になってしまったかもしれませんけどもね、ご了承くださいということで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターフォロー、コメントよろしくお願いします。では終わります。